どうも、ケイスケです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。タイトルにも書いてあると思いますが、ついに、僕の念願の商品開発が実現しました。いやー嬉しい。今回の動画はですね、この商品開発のお知らせの動画です。まあ、僕はね、僕のチャンネル見てくださってる方はわかると思うんですけども、まあ、カメラ、ガジェット、まあ、特にカメラですね。カメラとかを、まあ、中心に、まあ、大好きなのでね、発信してるんですけども、やっぱいろいろ普段撮影したりとか、使っていると、ちょっと不便だなというか、これもう少しこういうアイテムあったらいいなとか、これもう少しこういう風に変えたいのにな、みたいな、ものがいっぱい実はあるんですね。で、まあ、そんな話をよく遊ぶみんなと話していたんですけども、そしたらですね、そういうアイデアを実現させるね、チャンスが巡ってまいりました。今回ですね、僕のよく遊んでる、堀口くん、平岡くん、どっちもね、僕の YouTube に出てくれてますね。が、二人でやっているドリップっていう会社。ドリップって会社と、プレリー銀座とのコラボレーションで商品開発をします。ドリップっていうとですね、ここにあるんですけど、僕も持ってますね。これ、プレッソっていうちっちゃな財布ですね。財布とか、あとここにあるチップっていう小銭入れなんですけども、こういうアイテム僕も使ってます。これもですね、ドリップとプレリー銀座さんとのコラボレーションですね。で、このアイテムね、結構本当に売れてるみたいで、僕の周りでもみんな使ってます。まあ、みんなね、仲いい人が多いっていうのもあるんですけども、本当にね、使いやすくて僕も使ってます。で、プレリー銀座さん自体は、革のね、メーカーさんなので、僕もね、昔から、これ学生の時、大学生の時買ったのかな、名刺入れとか使ってたりします。まあ、そういうつながりから、僕のね、アイデアも採用してくれるっていう話になりまして、今、絶賛商品開発を進めております。で、今回は、どんなものを作ろうと思ってるのっていうのをお話しつつ、まあ、いつ頃に実現しそうかなっていうのを含めて、ちょっとね、動画でお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。早速行ってみましょう。はい、でですね、まず作るアイテムについてなんですけども、まあね、いっぱい作りたいのあったんですよ。まあカメラストラップとかもそうだし、なんだろう、このね、レンズとかやっぱ持ち運びづらいからレンズポーチ的なのとかね。まあそれこそバックパックとかカメラバッグとかも作ろうと思ってたんですけども、まあいろいろね、案出しとか、どうしようどうしようああしようとか考えてった中で、僕ね、二つ今回は作ろうと思っています。まず一つですね、カメラ系のオーガナイザーを一個作ろうと思ってますね。というのもですね、僕大体このね、普段はインケースのバックパックで、持ち歩いています。カメラとかもね、パソコンとかも持ち歩いています。で、今僕ポーチを持っていなくて、基本的にはこのね、インケースのこのバックパックのこの部分とか今入れてないんですけども、こういうね、ちっちゃいコンパートメントの方とか、あともう一段階ちっちゃいね、コンパートメント、ここもね、結構間違い広いので、ここにね、ポンポンと小物を入れて持ち運んでいます。まあ、ちょっと難点がありまして、まあ、例えばレンズペンとかフィルターとかここにねポンって入れてると、まあ、傷つきそうだなっていうのが一つと、あとはですね、まあ、どこに行ったか結構ね探しにくいっていうのがあったんですよね。じゃあポーチを変えようって話なんですけども、ポーチだとですね、結構ねでかいので、まあいろいろこうボン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 詰め込むと、またマック製品とも一緒になっちゃって、どれがどれか分かんなくなりそうだなと思って、なんかぴったりのオーガナイザーが一個欲しいなと思って今絶賛作っています。まあ、オーガナイザーっていう言葉をね、あんまり馴染みがないかもしれないんですけども、まあいわゆるポーチとかいろんなものを入れるものではあるんですよね。で、今回はこうなんだろうな、手帳型というかちょっと折りたためるタイプでね、スポスポスポと SD カードとかフィルターとかそういうのが入れられる形にしてみようかなと思っています。で、それがね、革でできたら結構かっこいいんじゃないかなと思うんですよね。でね、そういう薄型にしておいたら、例えばバックパックのね、こういうね、薄めの街のコンパートメントのところにもスポッて入れられるし、まあもう少し傷つけたくなければ、中のね、このパソコン入れみたいなところにもスポッて入れられるので、形的にね、ポーチよりもそっちの方がいいかなと思って、今回それを提案中です。まだね、どうなるかわからないんですけども、まあそれが1個ですね。で、もう1個はですね、カメラケースを作ろうと思っています。まあ、さっきもちょっと同じ話をしちゃったんですけども、僕ですね、このね、インケースのバックパックで普段ね、カメラもパソコンも持ち歩いています。で、カメラどこに入れるのって話なんですけど、このね、やっぱでっかいコンパートメント、でっかいポケットのところしか入れられないんですよね。で、このまま直接カメラをポンと入れちゃうと、他のガジェットとかと当たってね、カメラに擦り傷とか入っちゃうんですよ。で、それがね、ちょっとやっぱ気になるんですよね。カメラケース、ちょっとね、どこ行っちゃったかな？あれも捨てちゃったのかな？カメラケースがあってですね、白馬のこの辺に画像出しておきます。白馬のカメラケースを前まで使ってたんですけども、まあね、ダサい、おしゃれじゃないんですよね。
これマジックテープなんですけども、なんかこうカメラをパッて包んでベリベリベリって剥がして持ってくのって結構持っててテンションが上がらないっていうので最近やっぱり使ってなかったんですよね。でも本当にシンプルにそれをおしゃれに作りたい。今回まあプレリー銀座さん、革のね製品のメーカーさんとのコラボレーションなので絶対いい革あると思うんですよ。絶対いい革あると思うし、このね白馬のカメラケースよりも絶対おしゃれなもの作れると思うんですよね。なんでまあいろいろ形とか決めながら、どういう風に包むのみたいなところを決めながら今ですねいろいろ製品開発中です。まあちょっとまだ全然決まってないんですけども、価格とかも結構なるべくなら下げたいし、あの実際使ってみて、あこの機能あればいいなと思ったら追加するしで、まだまだね完璧に固まってない部分はあるんですけども、これ実現したらね、まあ、シンプルに自分がテンション上がるなと思うものを優先的に作っています。まあ、僕使ってるのは α7-3 なので、僕のね、YouTube 見てくれてる方、α7-3 を持ってる方多いと思いますので、もちろんですね、他のカメラでも使えるようにはしてるんですけども、まあ、α7-3 では確実に使えることを僕がね、身をもって体験しながらやっていきたいと思っております。ケイスケの動画。そんな感じで今回は商品開発をしてますという動画でございました。ちなみにいつ頃発売できそう、いつ頃出そうかなっていう話で言うと、実はですね結構時間が迫っていて、4月5月あたりにリリースできれば嬉しいなと思っています。まだですねちょっとコロナウイルスとかの影響でどこまでね工場が迅速に動けるとか、まあその辺が分かっていないのでもう少し遅れてくるかもしれないんですけども、一応ね4月5月あたりで、検討したいなと思っています。で発売はもちろんネットでもやるんですけども、一応リアル店舗の方でも置いてもらえるような話が出ています。なのでリアルの店舗で確認して、買うこともできるし、まあもしかしたら僕も店頭に立つ日も来るんじゃないかと思っています。皆さん買ってくれます？まだ全然できてないんで、全容が分かってないんですけども、もう本当に僕としては一番欲しいものを作ったつもりなので絶対みんなにも刺さるはず。なのでぜひアイテム楽しみにしていてください。それからですね、これからもその製品開発の過程については動画でねご紹介していこうと思います。まあどういう風に革を選んでいったとか、あとはどういう風にこうね図面みたいなのを作っていったみたいなのが見せれれば嬉しいですね。まあ、そういうのを随時共有しながらみんなにもねワクワクしながら見ていただければ嬉しいです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとはい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。これ、さっぱり。これ、マークいくつ？セブン。ああ、一番いいやつ。一番いいやつ。もらったやつだよ。もらって借りてるやつ。